こんにちは、マースケチャンネルです。はい、今回はですね、マースケ体重減の報告と、たった今スレッズに参加したというご報告をさせていただきたいと思います。あれはもう1ヶ月ぐらい前で、ちょうど1ヶ月前ですかね、スレッズというのがね、できたっていうニュースを見まして、で、ツイッターの方のね、フォロワーさんにもね、スレッズやるみたいな話を聞いたんですが、いや、もう本当はSNS 手一杯で、やってる余裕ないのと、なんか話によると、そのね、スレッズっていうのは、その、インスタアカを持って、アカで、投稿して、で、ね、やめるときには、その、アカウントが消えちゃうという話で、ああ、それじゃダメだなって思ったんですが、そういえば、俺はね、一番最初にね、インスタを、開設したときに、途中からね、パスワードとかわからなくて、新しく、別アカを作ったんですが、いや、それで今やってるんですけれども、後からね、やり方が、間違ってたということでね、その最初にやったね、アカウントの方も出てくるようになって、そっちをね、もうサブアカとして、だから2つ、インスタをやってるんですよ。だけど、そのサブアカの方はほとんどね、投稿が今までなかったんです。ところが、最近になりましてね、そちらの方に、コメントとかね、いただくようになったりしたので、ちょっとそちらもなんとかしたいなと思ったときに、そういえば、スレッズを、となんかこう、連動してるわけですから、そちらでうまく動かせないもんかななんて、なんとなく頭で考えたところ、今日、高校の同級生からの、通知でね、リフォローというか、招待みたいなね、通知が来たので、じゃあやってみるかということで、先ほどは早速ね、インストールしまして、ダウンロードしまして、たった今も、記事を投稿してみました。でね、ただ、スレッズとは何ぞやっていうのはあまりというか、ほとんどね、調べてなかったので、先ほど、YouTube とかでね、調べたところ、いろいろね、できること、それからできないこともありますけれども、やるなら今のうち、みたいなね、話もこうありまして、まだね、人数が少ないうちにやれば、初期からやっていくと、例えば、YouTube を最初からやってた人みたいな感じじゃないですけれども、いろんなところで、フォロワーが増えたりとかして、結局、いいんじゃないかみたいなね、動画も見かけましたので、ちょっとね、じゃあやってみるかダメだったら、やめればいい、削除してね、やめればいい、サブアカだし、やめればいいわけだし、ということで参加してみました。もう本当、SNS やりすぎですよ。YouTube も、チャンネル複数持ってますし、ブログもね、5つ、6つぐらいやってますし、ね、そんなにやんなくていいんじゃないのみたいな話です。はい。で、それと、はい、先ほど言いました、もう一つの報告が、体重減の報告で、俺はね、高校卒業して、3年ぐらいして、伊豆大島の方でね、ダイビングの、いわゆる、ライセンスって皆さん言いますけれども、Cカードを、取ったんですが、その時の会話がね、ちょっと記憶でよみがえりまして、その時にコーチにちょうどね、そのダイビングのライセンスを取った1年前に、俺ダイエットしてたんですよ。で、その時に、もうまた記憶がよみがえりまして、で、親父にね、ちゃんと飯食えよなんてね、言われたんで、1年前とか、もっと前かに、1年前は親父ね、亡くなったんで、2年前、3年前ぐらいかなんですけども、その時はね、ダイエットで、10キロをね、減量したんです。
どうやってやったかというと、当時今もねコンビニで売ってます、色違いで売ってますけど、当時ね、ファイブミニってファイバー、なんか繊維飲料みたいな、その繊維質が入っている小さい瓶のね、飲み物、それから鷲尾久子さんの CM で覚えてる人も、ね、中にはもうね世代も変わってしまって覚えてる人、知ってる人もいないかもしれませんが、鉄骨飲料っていうのがありましてね、あれが1本100円程度で、それを、まあ、当時ね、バブルも弾けたぐらいの時期なので、まあ、お金もありましたから、それをね、10本ずつ買って、冷蔵庫に冷やしてたんです。それと午後ティー、午後の紅茶、もしくはね、常盤貴子さんがその CM をやっていたチャティみたいなやつ、午後の紅茶とかのどっちかをの 1.5 リットル、2リットルか 1.5 リットルというかを冷蔵庫に入れて、それも少しずつ、鉄骨飲料とファイブミニは1回で1本ずつとかで飲んで、ご飯はあんまり食べないで、おかずも少しでぐらいな残してなんてやって、10キロダイエットしたことがあったんです。そうした時にね、フラフラで、まあ、体力もなかった、高校卒業して、まあね、間もないぐらいでフラフラだったんで、そのダイビングのコーチにね、減量っていうのもフラフラでやめた方がいいですよなんて会話をしてたのを覚えてるんですが、今日ね、まあ、久しぶりに、もう2ヶ月ぶりぐらいかな、地元のお風呂施設でサウナがあって、そこねまったりできて好きなんですけども、そこへね行ってきました。で、行ってまず露天風呂入って、それから露天風呂から上がったら寝そべるタイプのその椅子でね座って日光浴して、でそれからサウナ入って、普通ね上水道って水はね冬でも19度って大体ね、温度が決まってるんですが、そこのね、今の夏だからなんでしょうけれども、その水風呂、サウナから上がって入る水風呂の温度計が出るんですけど、温度計見たらね 15.3 度とか書いてあったんです。でね、一回その前に足だけ使って、ああダメだっつって上がったんですけど、今度は頑張って入ってみようと思って、入っては挑戦をしたものの、腰までしか疲れませんでした。肩まではちょっとね軟弱なもんで疲れませんでした。キンキンに本当冷えててね、いやすごいよく冷えてましたね。でお風呂から上がりまして、もう40分、いや今日はちょっと長くいたから50分ぐらいいたでしょうかね、長く浸かりまして、で風呂から出て、その体重計があるんです。そこの体重計に上がったのは、その前回まあ、2ヶ月ぐらい前ですかに行った時に測った時にはちょうど、ね、去年 の, 入院時の時に5キロね痩せたんです。まあ、10日のほどの入院で。で5キロ痩せて、そこからね飲んだり食ったりしてるからね、またリバウンドしまして7キロぐらい太ったんですが、それが今ね、この5ヶ月間前、4月に始めましたアルバイト、汗だくの重労働のバイトで、毎回ねすごい汗が出る汗だくのバイトなんですけども、それでね汗をかいたからかなのか、ほら壁ってあるじゃないですか、もうダイエット頑張ってるんだけど、ここから先はなかなかこう越えないという壁、もう越えられないという、その壁を軽く越えてしまいまして、体重を今日見てみてびっくりしたんですけども、先ほどの高校卒業前ぐらいにしたそのダイエットと同じ体重になりましたね。高校のベスト体重より、まあ 1,2 キロぐらいで、も本当ね、こんな体重も久しぶり、かなり何十年ぶり、まあ何年ぶりって言いませんけども、何十年ぶりの高校卒業ぶりの、体重になってました。道理でね、今ね今年空いた夏に履くね、昔買ったあのハーフパンツとかがね、ベルトしないともうダブダブなんですよ。でみんなズボンもこうダブダブで、ベルトしてもねこうゆるゆるなぐらいので、お腹がね、まあ、こうやって見て
お腹痩せてんなとは思ったんですけども、あんまり痩せてるとほら去年ね手術入院したくらいでそのいや病気のせいなんじゃないかなって思っちゃうんですが、そこはまあね、大丈夫と思いますが、まあ、今度ね9月の頭に造影剤を使った、まあ、MRI やあの、ね、その時に、ま、結果は分かりますが、まあ、大丈夫だと思いますけれども、というわけでね、そのビジュアルは、まあ、高校卒業時 の、 あの、まあ、毛量、髪の毛はねもう当時ほどふさふさじゃありませんが、毛量以外はビジュアルはその高校卒業時あたりのビジュアルにこう戻ったと。まあね、年々も重ねて視野もね増えましたけれども、そのぐらいのビジュアルに今戻ってるというわけで、道理で体はね軽いと思いました。でその当時と違うのは、当時はね、まあ、特にね、まあ、運動はしてましたけれども、その後さらに運動して力をつけたので、それの前の段階だったのでそんなに力がありませんでしたが、今はねもうそこからいろいろ体も鍛えまして、パワーもある状態でのダイエットなので、特別フラフラはしてません。フラフラはしてませんが、病気でね、内部から自分では自覚してないフラつきは、まあ、あるみたいなんですけど、それ抜かせばフラフラはしていません。それでマックスの写真をね、おととしあたり見つけてみたんですけど、その体重より、今要は約っていうかほぼ 19.5 キロ減ぐらいな感じで、相当そんだけこう痩せてるというわけです。いやびっくりしました。その大台はびっくりしました。ずっとね、そんな体重見てませんでしたよ。はい、というわけで今回はマースケがね体重が壁を越えて痩せてびっくりしたという話と、何でしたっけ、びっくりしたお話と、もう一つあれ忘れちゃいましたね。何でしたっけ。いややばい、これもね、ちょっと俺の前の動画で言いましたけども、高次脳機能障害と言いまして、脳機能、例えば怪我でねした人とか、あと、脳を開ける手術をした人に起こる、症状だって最近ね言われてるみたいで、それの可能性もあってね、自分で最近ね年齢のせいで認知機能が衰えたのかなっていうのも思ったんですけど、そういったものはあるのでね、急にねなんか思い出せなくなってるところがちょっと怖いんですけどね。はい、まあということでもう一つはね、忘れちゃいましたので今からね見てみたいと思います。はい、というわけで、以上、まあ、そのようなご報告でした。以上、マースケチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。